皆さんおはようございます、本日はオープンソースで立ち上げる SDN という題しましてお話しさせていただきたいと思います、今ご紹介いただいたとおり私は工藤と申します。よろしくお願いします。今日このプログラム全体を通しまして SDN に関して、触れられるセッションというのはこのセッションだけだと思います。皆さんの中には SDN についてあまり馴染みのない方も多いのではないかと思います。今回このセッションを通しまして皆さんに SDN を身近に感じていただけることができれば幸いと思っています。今ジムさんにもキムさんにも言及いただきました通りこのオープンデイライトの活動についても皆さんに知っていただければというふうに思っています。今日お話ししようとしている内容はまず SDN についてです。それから SDN の領域で活動しているオープンデイライトのご紹介、さらに NEC がこのオープンデイライトに貢献いたしました VTN という仮想ネットワーク技術のご紹介、そしてこのオープンデイライトの活動成果を使ったデモのご紹介です。で、まず SDN のご紹介からいきたいと思います。SDN というのはソフトウェアディファインドネットワーキングの略です。 SDN にはさまざまな定義や解釈ございますけれども、今日この場ではネットワークをソフトウェアで動的に制御すること、そしてそのアーキテクチャであるとします。ネットワーク装置の中に隠蔽されていましたネットワーク制御とデータ転送処理を分離します。そしてネットワーク制御部分についてはソフトウェアで動的に制御する仕組み、そのような仕組みをアーキテクチャにしたものです。制御と転送を分離することによって汎用的な IT 機器の上で誰でもが作れるソフトウェアでこのネットワークをデザインできる、そういうものです。これまで ICT、 これまでのネットワーク以外の IT 機器については仮想化技術の進展によりましてさまざまな動的制御や最適化ということが行われてきました。しかしネットワーク、ソフトウェアで制御できなかったネットワークがボトルネックとなりましてシステム全体としての高度化ができなかったというのが実態です。SDN を通しましてネットワークをソフトウェアで動的に制御するそういう仕組みを、実現することによってここに書いてありますような障害発生の抑制、インフラ設備の効率化、 ICT システム全体の見える化、セキュリティの向上、 ICT リソース配分の最適化といったような ICT の高度化が具体的に実現できるようになります。またこのような技術はデータセンターのみならずエンタープライズ、キャリア、社会インフラといった領域においても活用できることが期待できます。またもう一つのトレンドとして見逃せないのがデータトラフィックの急増です。このように増大する情報量をいかに利活用するかというのが今後ますます重要になっていくと思います。各種センサーやヒューマンインターフェース技術を使いまして大量情報を取得し、それら大量情報を分析や将来予測に使う、そのようなプロセスの中でネットワークに求められる要件は今後ますます重要になっていきます。このようなプロセスを通しまして社会のさまざまな領域において新たな社会価値を生むサービス、そのような創造には SDN のプログラマビリティが今後必須になっていきます。 では SDN の利用シーンを2つほどご紹介したいと思います。1つ目は災害時のケースです。災害時にメールが届きにくいであるとか電話がつながりにくいといったことが実際に起こっていました。これはアプリケーションのサービスの配分が容易に行えなかったがために、そのような、
大事な情報、そのような大事な情報が障害児のような特殊な状況において瞬時に対応できなかったということが原因です。これを SDN を使うことによってネットワークサービスや通信サービスといったものを動的に制御することによってメール、電話、それから災害ポータルへのアクセスといった緊急度の高いそのようなサービスを優先的に扱って、音声配信あるいは動画配信といった緊急度の低いものは規制をかけるということが可能になります。次の例はもう少し日常的な例です。イベント、例えばコンサートであるとかスポーツ、そういうものの人気チケットの販売の時には一つのサイトに大量のアクセスが発生します。そうしますとそのサイトへのアクセスがなかなかできにくいであるとか、あるいはつながったとしてもなかなか処理が進まないといったことをご経験されたこともあると思います。サーバーの処理能力が足りないということが原因の場合もあるでしょうし、ネットワークがボトルネックになっている場合もあると思います。 SDN を使いますとサーバーだけではなくてこのネットワークの経路を変えたり、あるいは優先付けを変えたりするようなことを通しまして、このようなサービス全体でアクセス増大に対する処理を容易に行うことができるということになります。では SDN が産業に与える影響というのはどうかということについて、まず IT 分野を例にとってご説明したいと思います。かつてメインフレームの時代には垂直統合型だったビジネスがオープン化によって水平分業型が進みました。アプリケーション、OS、ハードウェア、それぞれのレイヤーで自由な競争が起こりました。そしてコモディティ化の流れの中で市場が爆発的に増大しました。これと全く同じことがネットワークの分野においても SDN の登場によって起ころうとしています。オープン化によって産業成長が遂げられた例を2つ挙げたいと思います。まずこちらの方は IT、 今申し上げた IT の例です。ユニックスやリナックスの登場によりまして、またその普及によりまして、メインフレームの時代とは桁違いに産業が成長しました。また LSI の例におきましても、オープンな開発環境の整備を通しまして、大きな産業成長を遂げました。このような状況の下で、今後 SDN はますます大きくなっていくと期待しています。これは NEC が予測したものなんですけれども、2017年にはグローバルで 4.7 兆円の規模にまで SDN 市場は拡大し、ネットワーク市場の約 30% が SDN 化するというように予測しています。このように SDN が普及することによって、ICT の利便性が社会の隅々にまで浸透していくことを期待しています。では次にオープンデイライトのご紹介です。SDN の普及にこのオープンデイライトがドライビングフォースになる、そのようなオープンソースコミュニティであると期待しておりまして、その説明をしたいと思います。まず、オープンデイライトは、この業界全体で共通的にサポートするプラットフォーム、その構築を通しまして SDN を普及することを目的に設立されたオープンソースコミュニティです。この運営には Linux Foundation が当たっていただいておりまして、実際運営いただいております。コードにつきましては SDN ソリューションで必須となるようなコンポーネントをカバーする、それからこのコード自身がユーザーやベンダーに広く受け入れられやすいものを目指しています。直接ダウンロードしてお使いいただくか、あるいはベンダーの商用製品の中に組み込むか、いずれかの方法での利用を想定しています。またこのコードの周辺には新たな付加価値が創造されることを期待しています。
このオープンソースオープンデイライトの活動なんですけれども、 SDN ネットワークのレイヤーをハードウェア、コントローラー、アプリケーションに分けたときには、コントローラー領域をオープンデイライトは狙っています。このようにオープンデイライトがコントローラーに注力することによりまして、 SDN の競争領域でありますアプリケーションやサービス、そういったところに業界全体が注力することができます。またみんなでこの SDN コントローラーを作り上げる、技術を結集して作り上げるといったことで、早期にコントローラーを提供する、そして SDN を上から使いたい人が混乱しないように、でまたその使い方も修練されていくようにというような活動を通すことによって、この SDN の適用が加速していく、そういったことを目指しています。これがオープンソース、すみません、オープンデイライトの、フレームワークになりますけれども、下のデータプレーンあるいはハードやスイッチに対してはサウスバウンド系のモジュールを用意します。上位のアプリケーションに対してはレストインターフェースで、その接続を定義します。現在スポンサー企業、コーポレートのスポンサー企業としましては、ゴールド、すみません、プラチナ、ゴールド、シルバー、これらを合わせまして約30社になっています。コミュニティの活動メンバーはこれらコーポレートメンバーに加えまして、個人の参加も行われています。誰でも手を挙げれば参加できるというオープンなコミュニティです。2つ図を、示しています。この2つの図は他のオープンソースプロジェクトとの比較になります。プロジェクトが発足してから最初の12ヶ月の活動状況を示しています。こちらの方はマンスリーのコントリビューターの数、こちらの方はマンスリーのコミットの数です。ちょっと字が小さいですけれども、 Hadoop、MySQL、OpenDaylight、OpenStack 全プロジェクト、この、OpenStack については橙色の曲線になります。これをご覧いただきましても、 OpenDaylight が他のプロジェクトに比べてもかなり活発に活動しているということをご覧いただけると思います。メンバーシップはすべての人に対してオープンです。個人の参加はノーチャージです。企業の参加は費用がかかります。ビジネスについてはボードオブディレクターズという組織が編成されておりまして、ガバナンス面やマーケティング、それから運営について進めていただいています。それから技術面につきましては、テクニカルステアリングコミュニティが動いておりまして、そこでは、技術的な方向性や、技術的な決定、あるいは新しく提案されるプロポーザルの承認、そういったことを行っています。技術者は個人レベルでソースのコントリビューションが可能です。これはノーチャージです。ライセンスは EPL を使っています。でオープンデイライトは現在15のプロジェクトが並行的に作業しています。でこの15のプロジェクトが同期を取ったリリースを今目指しています。リリース、最初のリリースコード名はハイドロジェンと呼ばれと呼んでいます。プランドデューデイト49と書いてますけれども、現在若干遅れてまして、今、作業を進めているところです。それから機能的に類似する、コンポーネントをまとめましてエディションという形で提供を予定しています。現在3つのエディション、ベース、バーチャライゼーション、サービスプロバイダー、3つのエディションを、用意する予定です。ベースにつきましては必要最低限のコンポーネントを取り揃えたものです。自分で開発したい研究者、あるいは少し味見をしてみたいといった人たちを想定しています。バーチャライゼーションにつきましては仮想化プロジェクトのコンポーネントをまとめたものになります。ユーザーは仮想ネットワークモデルを選択することができます。またこのバーチャライゼーションエディションではオープンスタック連携がサポートされています。
それからサービスプロバイダーにつきましては、サウスバウンド系のモジュールを取り揃えたものになっています。少し字が小さくて申し訳ないのですが、これがハイドロジェンリリースに向けて活動しているプロジェクトのリストです。こちら側がプロジェクト名、こちら側がそのプロジェクトを提案した、あるいは現在進めているベンダーです。ご覧いただいたらお分かりの通り、非常にたくさんの技術が貢献されており、そして非常にたくさんのベンダーが活動している状況です。これら、プロジェクトのコンポーネントを、まとめ、全体的に示したものがこのシートになります。これがハイドロジェンリリースの全体像になります。で次に、NEC がこのオープンデイライトに貢献しました仮想ネットワーク技術 VTN というものについて簡単にご紹介したいと思います。 VTN というのは物理ネットワークの上に作る仮想ネットワークデザインモデルです。複数の仮想ネットワーク、レイヤー2あるいはレイヤー3の仮想ネットワークを作ることができ、それらの上でここで V フィルター、V リダイレクトと書いてますけれども、そのような処理が行うことができます。複数の仮想ネットワークを作ることによってマルチテナンシーを実現することができ、またネットワークリソースを効率的、ネットワークリソースのプール化を行うことによってリソースを効率的に扱うことができます。このように複数作るネットワーク仮想モデル、仮想面については完全に論理的にアイソレーションされています。ある VTN に属する VM は他の VTN に属する VM との通信はできません。このようなことでセキュリティ面での運用が楽になります。また各 VTN に対して独立したネットワークポリシーを適用することができます。この VTN に流れるトラフィックにフローレベルでアクションを定義することもできます。まずどのフローを選択するかというマッチング条件の定義、それからそのマッチングしたフローに対してどのようなアクションをするかという定義で、アクションの定義ですけれども、まず選択されたアプライアンスポートにトラフィックを向けるというようなリダイレクト処理、トラフィックをドロップするといったような処理、あるいは行き先、特定の行き先ポートをパスするという処理、さらに QoS の観点でリマークといった処理があります。このような、フローアクションの例を一つご紹介したいと思います。この例では外から、流れるトラフィックが直接サーバーに流れ込む、そのようなところでネットワークアプライアンスを一つ追加するという例です。 SDN コントローラーはネットワークを制御しており、 SDN アプリはこのネットワークアプライアンスをマネージします。 SDN アプリはこのネットワークの状況を SDN コントローラーを介して監視します。そしてその監視の状況において何らかの識字あるいはトリガーを検出したときに、 SDN アプリはコントローラーに対して今サーバーに流れているトラフィックをリダイレクトしてネットワークアプライアンスに引き入れろというように指示をします。でその指示を受けたコントローラーはネットワーク上のフローを張り替えて、これまでサーバーに流れていたトラフィックをネットワークアプライアンスに引き込みます。そしてネットワークアプライアンスの方ではそれを一定の処理をした後サーバーに入れる、このようなことでこれまでサーバーに直接流れ込んでいたそのトラフィックに対してネットワークアプライアンスを挟み込むということができます。これは先ほどからお話が出ているような NFV の基本制御機能としても使えるものです。ではこれまでのオープンデアライトの活動を通しまして、その成果を使ったデモ、今回オープンスタック連携デモをビデオでご紹介したいと思います。オープンスタックに対してはこのオープンデアライトでは非常に熱心に取り組んでおりまして、11月のオープンスタックサミットにおきましても
オープンデイライトのセッションが設けられました。でそこにはたくさんの聴講者が、いらっしゃっていただいたと聞いております。オープンスタックの方からは、ニュートロン、オープンスタックのニュートロンからはプラグインを返しまして、オープンデイライトの方に入ってきます。でオープンデイライトの中では VTN あるいはオーバーレイ技術である DAV あるいは OVSDB いずれかの仮想化技術との連携が可能になっています。これがデモの、構成図です。今2つのサーバーを立てています。こちらの方にオープンスタックを立てています。最新バージョンのハバナを使っています。でこちらの方にはオープンデイライトを載せています。オープンスタックの方からは ML2 プラグイン ODL ドライバーを返しまして、こちらの VTN に流れてきます。いや申し遅れましたけれども、今回のデモでは先ほど3つの仮想化技術があると申しましたが、 VTN を使った例をご紹介したいと思います。でこちらの方のサーバーにはこのデモで使う VM が立てられています。こちらがこのデモで使おうとしている画面です。こちら側がオープンスタックの GUI、 こちら側がオープンデイライトの GUI になります。オープンスタックの GUI の方ではもうすでに2つのネットワークを作っています。1つはブルーネットワーク、もう1つはレッドネットワークです。でそれぞれのネットワークの上に VM を1つずつ立てています。これからデモでやろうとしていることは、1つ VM をブルーネットワークの上に作って、その作った VM と同じネットワーク上にある VM との通信ができる、そして違うネットワーク上の VM とは通信ができないという非常にシンプルなデモです。これを通しまして VM の作成にネットワークの設定が追随する、これまではマニュアルでやらなければならなかったようなネットワークの設定がこのような連携で追随しているということをご覧いただきたいと思います。それではデモを始めます。まず、こちらの方がこちらの VM のコンソール、これが、レッドの方のコンソールです。でまず VM のインスタンスを、作るためにインスタンス管理画面に移動します。インスタンス名としましては BlueVM2 というものを入れます。それからブートソースを指定します。次に所属させたいネットワークを指定します。今回の場合はブルーネットワークの方に所属させます。では VM を起動します。そうしますと、この起動画面で、あ、すみません、ネットは、インスタンス管理画面で今、作ろうとしている VM が、リストアップされていることがお分かりいただけると思います。では次にネットワークトポロジー画面に移ります。そうすると今作ったインスタンスがブルーネットワーク上に現れているということをお分かりいただけると思います。ではこのインスタンスをブートします。はい、ブート処理に若干時間がかかるのと、あと若干の設定が必要なのですけれども、時間の関係でその処理は飛ばさせていただきたいと思います。はい、ではこれから、実際に、この VM 間での通信がどうなるかというのをやってみたいと思います。こちらからこちらに対するピングを打ちます。はい、ご覧いただいている通り通信ができます。で今度は違うネットワーク上にあるこの VM からこちらに対する通信を行います。これは違うネットワーク上に所属するものですので通信ができない、ピングが通らない状況です。このように、オープンスタックの管理画面からの設定のみでネットワークの設定までできているということをご覧いただけたと思います。
今オープンデイライトの GUI でも作ったこの VM が、物理トポロジー上に現れていることをご覧いただけたと思います。はい、それではまとめたいと思います。この今まで、これまでご説明いたしました SDN、 この SDN の時代は間もなく到来しようとしています。でその SDN に向けた準備をオープンデイライトでは急ピッチで進めています。ただやはりこういうオープンソースを育てるためにはぜひユーザー皆さんの、ご意見、そういうフィードバックが非常に重要になると思っています。ぜひそういう、ご意見をお使いいただいてコミュニティにフィードバックいただけたらというふうに思います。では今日はご清聴どうもありがとうございました。